こんにちは YouTube を簡単に使いこなしていますか今回はスマートフォンの YouTube アプリの急上昇タブが探索タブに変わりましたというねお話をしたいいと思います YouTube アプリを起動します。 はい、YouTube、アプリですこのアプリの下の方にメニューがあります。ホームの次にこれまでは、ね、急上昇というタブがあったんですがそれが探索に変わりました。はい、この探索をタップします。はい、そうしますと上の方に急上昇、音楽、ゲーム、ニュース 映画と番組というね、5つのカテゴリーが表示されます。まあ、探索というのは、その5つのカテゴリーに従って、見たい動画を探すというタブでございます。例えば、急上昇をタップします。はい、そうしますと、なんか結婚とか書いてますね。あと、急上昇で上がってきている動画の一覧が表示されます。これね音楽とか あと、ゲーム、ニュース、映画、アニメというふうにして、ここもね、ジャンル別でえ急上昇が表示されています。はい、戻ります。今度は音楽。音楽も、えー、自分がね、聞きたい音楽を、えー、探すことができるという、えー、内容になっています、えー。コミュニティとかありますね。えー、まだ投稿がありません。これ、概要。 えー、はいこれ、チャンネルになってるんですね、音楽のチャンネルで、えー、この再生リストで、えー、曲のジャンルが、えー、分かれているという形です。はい戻ります。で、ゲーム、昔はね、YouTube ゲーミングってやったんですけどね、もう今はないんですけれど、はいこれ、ゲームも、えー、ここ、いろんなゲーム、カテゴリー別、ゲーム別に、えー、分かれてますよね。ここで、えー、自分が見たい 動画を探すことができますはい、一回戻えあら、最後見込みしましたはい、一回戻りますはい、でニュースニュースも同じようにねニュースチャンネルから、えー、自分が見たいニュースをね選ぶことができます、えー、セクションに分かれてますねはい、こんな感じでニュースを見ることもできます戻りますで、最後映画と番組 ここは、えー、映画なんですけれど、まあ、購入、えー、またはレンタルする映画で、えー、人気のあるやつとか、えー、見たいものとかね、これも、えー、セクション、カテゴリー別に、えー、いろんな映画、番組が表示されてますので、まあ、探しやすく、えー、なっているのかなというふうに思います。はい、戻ります。はい、これがね、探索というタブで、ここの、えー ここにはね、急上昇動画が表示されてますんで、お気に入りのユーチューバーさんの動画をね、ここで探すことができるかと思います。これはね、Android 端末だけではなく、iPhone でも同じです。YouTube アプリを起動します。 はい、えー、そうしますと、えー、メニュー、下にメニューがありますが、ホームの右横に、アンドロイド端末と同じように、探索というボタンがあります。ここをタップします。えー、そうしますと、えー、また同じようにね、急上昇音楽、ゲーム、ニュース、映画と番組というボタンと、えー、下にはね、急上昇動画がありますんで、ここもね、 あの、アンドロイド端末と同じようにタップすると、えー、急上昇。ここにジャンルがありますね。そして音楽。はい、出ますね。そしてゲーム。ゲーム、出てこいあ、出ましたね。そして、えー、ニュース。はい、出ますね。で、えー、映画と番組。 というふうにして、あ、ここは少ないですね。えー、表示、えー、されます。はい。ですんでね、アンドロイド端末、iPhone でもね、えー、探索を利用することができます。えー、使ってみてください。今回は、アンドロイド端末、そして iOS 端末の YouTube アプリの急上昇というタブが変わって、探索というタブになりましたというね、 お話をしました。ぜ、え、ひ、ーねえー、使ってみてください。はい、ということで今回この辺で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。